エストニア文学はエストニア語で書かれた文学。最も古いエストニア文学による作品は13世紀にまで遡る。13世紀から1918年までのドイツ、スウェーデン、ロシアによる北十字軍後のエストニアの支配はエストニア語で書かれた初期の文学作品をほとんど生み出しませんでした。エストニア語で書かれた最も古い記録は13世紀のものです。 ヘンリー・オブ・リボニアのクロニクルにあるオリジネート・リボニアへにはエストニアの地名、単語、文の断片がある。ライバーセンサス・ダニアへにはエストニアンの地名と家族名がある。接続されたエストニア語の最も初期の現存するサンプルは1524年と1528年に遡る、いわゆるカルマの祈りである。最初に知られている印刷された本は S ・オンドットと J. コエルによるルター派のカテキズムのバイリンガルのドイツ語エストニア語分け。被災の使用のために1637年にエストニア語の文法がドイツ語で印刷された。新約聖書は1686年にエストニア南部に翻訳された。二つの方言はエストニア北部に基づいた形でアントントールヘレによって統合された。エストニア語での執筆は 19世紀のエストフィリア啓蒙時代にさらに重要と化した。ハインリヒスタールによるエストニア語の文法、フリードリヒレインホルトクロイツバルト亡命中鉄のカーテンの背後。ありがとうございます。